さあ始まりました、ワケありレッドゾーン。本日もワケあり人の振り切った人生を見ていきましょう、本日のワケあり人はワケあり汁なし男です。ややこしいね、ワケはあるのに汁はない。何かがあって何かがないという方ですけど、ちょっと見てみましょう、汁なし男。あらら、なんかパンチ効いた格好やな。そうですね、はい、汁なしの以前に何ちゅう下あれパンツ履いてんの。ちょっと行ってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと独特な格好をされてますね。お座りください。はい、すみません。ちょっとまあどんなことか分かんない、聞いてみましょう。あなたはどんなワケあり人ですか？私は汁なしカップ麺のカップ焼きそばが大好きで、これまで500種類以上食べてきたカップ焼きそばの男です。はカップ焼きそば、はい、いわゆる UFO とか。そうですね、 UFO とかペヤングとか。いやちょっとまあ好きやけど、そんなこと。いや俺も結構食うけど、俺結構食いますけど、そんなっていうか5種類ぐらいしかないんじゃないのっていう認識大きくね。500もあるんですか？そうですね、まあ種類を数えたのは4年間ぐらいなので、それ前も入れるとまだまだもっと、はい、へえ。大佐ちゃん食べる？私全然食べなくて。あ、そうカップ焼きそばやで。そう、昔からお家でも食べる習慣もなくって。何そのええとこの子って。今も食べへん？今も食べなくて、本当なんか意識を持ち始めた頃に、うん、食べた。あの意識物心ついたっていうこと。意識がつき始めた頃って言ってるの。お前ほんまアホやな。その頃から、うん、あんま食べた記憶はないです。そうなんだ。じゃあもしかしたら今日初めて、もし食べるとしたら意識を持ち始めてから物心ついたって言うねん。今回の訳あり人はカップ焼きそば命の横川たけしさん。それでは恒例のボードオープン、渚ちゃんお願いします。 UFO オープン。そっちね、そっちの UFO ね。じゃあ続いてのご当地カップ焼きそばは、はい、続いてはですね、東北とあと信越地方で、はい、まあ、今はもはや限定となっている焼きそばバゴーンって聞いたことある？バゴーン聞いたことある。そういえばあったね、バゴーンって。あれバゴーンって何で知ってんの？昔全国区だったんです。あ、そうそう、あった。79年発売当初は全国区だったんですよ、うん、ですけど、うん、あの東北信越地方だけ。へえ、そうなんや。東北の人たちは焼きそばはバゴーンが一番だと思う、多分思ってます。へえ、まあ、これがメインになってるから。そうですね、北海道の焼きそば弁当と同等の。なるほど、位置づけですね、東北だと。はい、もうこれがもうカップ焼きそば。そう、カップ焼きそばといえばもうこれみたいな。なるほど。え、こんな図もあんの？こんな分布図あんの？うわ、すごい。カップ焼きそばといえば、まあ、北海道はもう絶対焼きそば弁当なんや。あ、でもほんまや、東北がバゴーンやんか。はい、あ、やっぱり西は UFO なんや。西が UFO で東がペヤング。ペヤングなんや。で北はマルちゃんが制してるんですよね。はあ。焼きそば弁当とバゴーンで。バゴーン。バゴーンある。ある。ちょっとじゃあ食べましょうか。でも渚ちゃんこれぞやで多分。これがカップ焼きそばやと思う、うん、そうですね。これはもう本当にまさにザカップ焼きそばなんで、ね、うん、あのソースを入れていただいて混ぜていただければというふうに思います。このバゴーンの特徴は酸味と甘みのバランスがいいソースが特徴と。あ、わかめスープ、うん、嬉しい。ついてるんですか？そうなんですよ、これも会社はあの焼きそば弁当と一緒です。だからスープもついてる。めっちゃいい匂い。ええわ。ちょっとおなぎ行ってみて、はい、どうぞ。いや、ちょっと嬉しいな。初めてよね。初めてのね、ソースカップ焼きそばですかね。いただきます。うまいやろ。あ、どう？おいしい。なんで今まで食うてないね。うまいやろ。おいしい。今まで食うてないの損してるやろ。一口でこんなに美味しい。そうや。おいしい。いただきます。バゴーン、うまいね。あとちょっとソースが酸味が強いですね。そうなんですね。で、あっさりしてますね。はい、うわ、うまい。酸味が結構ある。バゴーン、バゴーンうまいな。やるよんだバゴーン。わかめスープ付きで。うまいねんな、カップ焼きそば。うわ、ちゃんとしてるやん、わかめスープ。こっちの焼きそばが濃いからかなりあっさりめに作られてる。うまいな、バゴン。くそ最高。
すごいやろカップ焼きそば。でも1日3食いけますね。ドハマりすんじゃん。ドハマりしちゃう。次の収録の時えらい超えたな。食べ過ぎ。この後究極のカップ焼きそばが登場。めちゃくちゃうまそうやんこれ。めちゃくちゃ入れるなこれ。自分の理想のカップ焼きそばが食べたくて、うん、で作っちゃいました。販売？じゃあ渚ちゃん、はい、次のワードいきましょうか。カップ焼きそば作っちゃいました。おえどういうことですか、これ何ですか。僕がまあこのカップ焼きそばが好きすぎて、はい、でどうしてもやっぱ自分の理想のカップ焼きそばが食べたくて、で作っちゃいました。販売？作りたかったんですけど、カップ焼きそばって手作りできないじゃないですか、はい、なんで工場に電話しなきゃいけないと思って、で大手のお客様相談センターみたいなことに電話、何社か電話したんですけど、まあ、あの女門前払いで大体クレーム言うとか言うとこじゃん。そう、なんて言うんですか、僕カップ焼きそば作りたいんですけどって言うんですか。そうなんです。その瞬間切られるでしょ一回ガチャ。大体大手さんはその場で即答でノーでした。うん、ごめんなさい、はい、でちょっと大きなところに電話しすぎたなと思って、はい、でもうちょっと小さいところ、さっきの富士宮焼きそばを思い出して、はい、でそこの渡辺製麺さんというところに電話して相談したら、相談に乗ってくれまして、優しい。でこう何回もこう打ち合わせとか試作とかを重ねて、で最終的にこう理想のカップ焼きそばができた。できた。いい感じです。そうやん、めちゃくちゃうまそうやんこれ。究極のカップ焼きそば、そのお味は。それでは究極のカップ焼きそば試食。いただいていいですか。いただきます。うちのばあちゃんの食後ぐらい袋開けてんの。きついね、はい、あ、ありがとうございます。めっちゃうまい。あ、ありがとうございます。一番うまい、本当に。うわ、究極？究極や。ていうかもうインスタントじゃない。食べた時のカツオの海も天かすという食感も、このソースの濃さ、食べたカップ焼きそばで一番濃厚で濃いソース。食べていい？食べ食べ。もう我慢できるようになってもうたんやん。初めて食べてんのに。どう？めちゃくちゃ仕上がってます。仕上がってる。仕上がってる。握手してる。うまいわ。そんな高いな。これほんまにコンビニに並ばれへんかなって思う、買う600円、買うな、口の中で暴れ出す、何がやん。どれが暴れんの。途中までうまいこと言って。うまい、うまい。うまい、うまい。カップでもここまでいけるっていうね、そういう。いやこれちょっとマジ。これうまい。店置いたらいいっすやん、そうですよね、そうですよ。バーがあるんで、バーの締めに。バーもやってんのかい。こんなんもうバーの締め出されたまらん。もう一回ビール出ると思います。